ストレートエニアグラム二等兵の友人はです。隊長です。隊長でございます。エニアグラム関係。大丈夫です。はい。隊長でございます。はい、今日はですね、前の動画で、まあ、この、自分の本能について、はい、自己保存、ソーシャル、セクシャルがあるねっていう、した中で、まあ、そのセクシャルが低い人に対しては、そのアドバイスとして派手な下着を履けっていう動画を撮ったんですけども、まあ、そんな動画を撮っておいて、まあ、自分はソーシャルとセクシャルが高めで自己保存が低いかな、盲点かなと思ってるんですけど、まあ、そんな動画を撮ったので、そのセクシャル低めの人に対して、あ、僕も一緒にやるよ、あの肩を組んでいこうよっていう意味でティーバッグを買ったんです。ティーバッグを買ったんです。で、1枚だけとりあえずで1枚だけティーバッグを買って、あのこの、M8 の動画を撮るときは毎回ティーバッグを履くっていうのを決めてやってるんですけども、ちょっとこの心境の変化について語りたい。というのは、あのティーバッグ履いて、やっぱ初めは違和感しかないんですよ。もう違和感しかないです。それは違和感ですよね。あの普段はあのボクサータイプの、タイプの、パンツを履いてるので、あのどこも締め付けられることもない感じなんですが、もう何て言うんでしょう、もうお尻が締め付けられるわけじゃないですか。もうそう、違和感しかないんですけども、これがね、あのやっぱり今日感じたのは、あの無駄毛が気になり始めたんですね。で、あ、ちょっと無駄毛処理しようかなっていう気分になったんですよ。あ、でその時にハッと思ったのが、なんだこの気分の変化だと。今まで自分のこの、なんて言うんでしょう、 V ゾーンって言うんでしょうか、まあ、ボクサーパンツだと見えないですからね、はい、で V ゾーンの毛なんて一切気にしてこなかったのが、急にティーバッグを始めたことによって、あの美意識が高まり始めたんですね。で、なんだこの変化はと、この自己保存とかって、そのまあ、ごめんなさい、セクシャルが低め、もしくは、まあ、自己保存が高めの人っていうのは、なんか勝手なイメージですけど、あの変化を嫌う傾向があるのかなって勝手に思ってるんですね。で、変化を与えるのに、この派手な下着っていうのは実はいいんじゃないか、もうすごい画期的な最も、こんな僕ティーバッグ買ったのが1400円なんですね。1400円でできる変化がティーバッグって、これいいじゃん、人に勧めたくなったんです。で、あのアマゾンとかで、あのティーバッグの欄を見ると、あの半信半疑で買ったけども、今全部ティーバッグですっていう声がとても多いんですね。今それがすごい分かるんですよ。もう次からはティーバッグ、今はあのウィークリーティーバッグなんですけど、もうエブリティーにしようかなっていうぐらい、ちょっとその美意識っていう面で、あの下着は派手な下着っていうのはいいっていうのに気づきました。どう思います？わかんないですよね。男性も女性も。あ、そう。で、あ、いいこと言った。女性もそうなんですよ。っていうのは、よくあの村上春樹さんが、あのいろんなエッセイ的なもので言っているのは、下着はバーゲンで買うな。これを強く言ってるんですね。あ、それが僕は今とてもわかる。要はそういったあのアンダーウェアとかをおろそかにし始めた段階で、もうその自分の美意識っていうのを捨て始めてるんじゃないかって、そこでつながるんじゃないかなと思うんですね。だから僕はこのティーバッグを履いたことによって体毛が気になり始め、多分そのうち処理をし始めると思うんですね。これがし始めていくと、今度はじゃあ肌にとか、あのちょっとこの贅肉にっていう思いになっていくのかなっ
いや、うん、ちょっとずつ気になる部分が、うん、美に対して気になる部分が増えていく、うんうん、そのスタートがティーバッグだったんですよ、うん、でなんかすごい今怪しいビガーパンツを勧める読者のようになってますけど、うんうんうん、これティーバッグってね、うん、いいなって、うん、でこの本当の私が見つかる心理テスト、うん、これがあのエニアグラムでいう、うん、サブタイプ、うん、ソーシャル、セクシャル、うん、自己保存で、うん、まあ、何が盲点かっていうのを探る動画でも上げたんですけども、うん、そこでちょっと今ティーバッグを履き始めて、うん、自分に対して起こった美意識の変化について今物語あの語っています、はい、でこれが効果があるかは、効果っていうのは、効果っていうのはその美意識が高まるから履くといいよ、はい、っていう話ですよね、はい、そうです。でセクシャル盲点の人が、はい、実際にティーバッグを履いて美意識が上がったのかが知りたいですよね。あ、そうです、ね、あの、けあの結果たくさんの声が欲しいと、たくさんの声がテストをしたいと、うん、だからそもそもセクシャル盲点の人は履いても上がらないって可能性もあるじゃないですか。もともとセクシャル高めのやつが入ったから、ちょっと美意識が高まってきたけどっていう感じになってるだけで、もうそもそも盲点の人は何の変化もないみたいなこともあるのかなみたいな。なのでこうセクシャル盲点の人に履いてほしいって思った今。あとあの、うん、女性もそうで、要は下着に対してちゃんと意識高くね、うん、あのバーゲン品は買わないとかっていう、うんうん、まあなんでまあ、ポリシーでもいいですよ、まあ、でもポリシー分かんないですけどね、はい、高いものをバーゲンで買うってある意味、まあ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 、そう合理的ではありますよね。意識高い、通常今持ってるお金で買えるお金がっていうと、まあ、うん、そのまあ、じゃあ言い方を変えましょう、うん、安物を買わないってことですかね、うんうんうん、適当に買わない、適当に買わないっていう、うん、なんかその楽だからっていう理由とかよりも、うん、何かあの美、ビューティーをねビューティーを意識するのもいいんじゃないかなってちょっと思った今日この頃でございます、うん、そのうち僕は今あの本当に1枚だけなんです、うん、ティーバッグが、うんうん、でも次から更新するのはちょっと増えていくのかなってまあそこも価値観は、価値観あると思うんで、ボクサーパンツかっこええって思ってる人、ボクサーに憧れてるみたいな、まあそうか、あの多分でも履くのってやっぱ心地いいとか楽っていうのが大きいと思うんですね、うん、でもティーバッグは、うん、あの常に履いてる意識があります、まあ、それはあるんですけど、例えば常に食い込んでるあの、まあ、僕の感覚的には、はい、まあ、見られても恥ずかしくない。ああ、うん、あ、なるほど。いいこと言った。うん、はいはい。っていう感覚。はい。脱いだとき。はいはい。恥ずかしくない。っていうと、うん、ティーバッグはいつでも受けを取れます。受けは取れるけど。あのまず、うん、例えば前あの新、うん、なんて言うでしょう。ある家族とキャンプに行ったんですね。ある家族とキャンプに行って、まあ、夜飲みますわ、うんうん、その時に、まあ、こんな話題を出します、うん、ティーバッグ履いてる、うん、見せてってボーンって、うん、でチラッとお尻見せますよね、うんうん、大盛り上がりですよ、うん、っていう余興にもなる。それが欲しいエンターテイナーにはおすすめなんで、うん、そうなんでその、うん、自己保存あまり人前に出たくないんだよねっていう草食男子にも、うん、ティーバッグ1枚でね結構その場だけではガサッて話題を持っていくことができる。逆に抵抗がある気がしますね。あ、なんでそこをなんで変化ですよ。変化男子こそ拒否しそうな、はい、でも、うん、バランスじゃないですか。そのなんていうんですかね、草ばっか食ってんじゃなくて肉も食えよっていう、女の人にモテるよ、これ履くと女の人にモテるよだったら履くかもしれないけど、でも受けが狙えるは受けはモテの一歩手前ですよっていう、受けてモテたくないみたいな言ったねっていうなるほどね、そう、その抵抗はあるかなっていう。なるほど、うん、今私を全否定されたような感じがします。女の人の前で脱いだ時に
爆笑かもしれないじゃないですか。爆笑ですよ、そんな。いいムードになって、いいムードになって、はい、こう、そういう関係になろうとしたときに爆笑が起こるかもしれないと、いいムードが。でもその時はもう知った中ですよ、はい、もう。いきなりはしないってことですか。でももう、あ、そうか、それは、そこまで行く戦略が僕とは違うんですね、うんうん、多分僕はティーバッグ履いてるよっていうのを言ってからそっちの方に行くと思うので、うん、どれどれ見せてって、うんうん、っていうところになると思うので、まあ、それは戦略の違いなんですかね、うん、でもその変化意識の変化と常に履いてる感っていうのはちょっと言いたかった今日はもう、うん、まあ、変化はありそう、あるのかな、まあ、その僕が思ったのは、はい、本当に誰か履いてほしい。自己保存を。履いてくださいよ。僕は嫌です。あ、ここやっぱあの、タイプ Q のこの出るかもしれません。嫌だっていう。嫌です。あの、いいとは思わない。あ、僕はね。あ、っていうと僕も別に、うん、あの、履く前は、全然、なんで履いてんのぐらいでして。うん、もうそれですよ。で、まあ言ったからには、まあ自分が履いてみようと思って、履いたらよかった。うん、でメリットがあるかどうかですよね。メリットは美意識。美意識は別に求めてない。いや、あの美意識。金が儲かるとかだったら喜んであります。美しくなればそれはそっちに。本当ですか。芸能人じゃないですよ僕たち。でもあの学園祭に呼ばれるとこまで来ましたやんか。ここ、まあ、ここ発展してきますよ、この美は大事ですよ。うん、まあ、そんなに分かんないです、はい、うん、っていうところでちょっと、うん、まあ、自己保存じゃないセクシャル盲点の人に履いてくださいって言っても履くはない気もしますね。そうなんですよね、うん、でもまあ確実に、うん、あの意識の変化はできます、うん、変化はします、うん、間違いは間違いない、うん、だって、まあ、ティーバッグ履くっていうだけで一個壁は越えてますからね、うん、ティーバッグ履くよりもなんか腹筋10回やりましょうの方がまだ、あ、っていうと、まあ、僕はそうやってるのでね、うんうん、はい、そっちの方がまだやってるので、うん、でも肉体的には大変ですよ、うん、これ意識変えるだけですもん。ティーバッグは腹筋10回、まあ、1回でもいいんですけど、もうそれもほぼ意識変えるだけじゃないですか、まあ、このやり取りをどうご覧になってるかですね。はい、うん、はい、すいません、ちょっとまあ思いの丈をちょっとぶつけたかったので、はい、そう、あ、多分これがタイプ6ですよね、はい、自分がいいと思ってるものを、あ、そう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 、いい、言いたい言いたい言いたい、うん、っていうで、うん、言うと収まるはい、はい、っていうところでした。はい、ティーバッグ賛同してくれる方はいいねボタンを、うん、いやいやいや、賛同しない方もいいねボタンをありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。